そうですね、まあ、やはり監督も変わられた時期ですしですよね、まあ、その時期でやっぱりまず、チームとしてはっきりさせたものがやっぱ守備だったと思いますし、チームが目を向けた時にやっぱりこう負けないというか粘り強い、戦い方っていうものができたっていうのはやはり残留には大きく、はい、そうですね、もう非常に悩みましたね、はい、もう出れる出れないっていうのはまあ皆さん言いがちなんですけど、まあ、そこはあんまり深く考えてなくて、まあ、やはり両方広島の前回所属させてもらった3年半と、はい、まあ、岡山で過ごさせてもらった5年と、両方素晴らしいシーズンだったんで、それプラス、まあ、あとはいろいろ考えて環境とレベルと、あとは僕の、まあ、チャレンジしたい気持ち、両方クラブにあったんですよ。やはりチャレンジしたい気持ちというか、岡山でももっと上を目指せましたし、岡山で J1 昇格っていうもちろんそのモチベーションもありました。でやはり広島に帰ってきたら J1 でチャレンジしたい気持ちもありましたし、であとプラスでやっぱ最後に決め手になったのは、どちらが僕が高く、成長できるかだったんですけど、はい、やはりそこは必ずここで成長できると思って、はい、最後は決断、はい、はい、いや家族は本当に大変だと思うんですよね。やっぱりこうやってもうよく言われるのが、まあ、ゴールキーパーなんで、まあ、どうしても失点に絡んでしまうので、まあ、それを見るのがやはり辛いというのもね、声もありますけど、それをしっかりとこう乗り越えてくれるじゃないですけど、一緒に戦ってくれる感覚でね、毎試合応援してくれますし、やっぱりシュートを止めることですよね。やっぱりそのちっちゃい頃ってやっぱ子供ゴールに向かってシュートバンバン打つじゃないですか、うん、で誰かキーパー入ってくれよっていう、ね、やっぱそういう遊びの延長で僕もキーパー入って、そのやっぱりキーパーでボールを止める感覚っていうのが非常に、あ、これ僕得意だみたいな、やっぱそのそういったものが得れましたし、やはりそういったものって成功体験じゃないですけど、それどん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 したいと思うようになって、やっぱりそれでもゲームでもするようになったっていうのがね、やっぱりきっかけですし、そうですね、相手がこう狙いすまして打って絶対入っただろうっていうのをね、こう触ったりして、やっぱ悔しがったりしてね、やっぱそういうところはね、やっぱり喜びですよね、はい、僕にとっては、はい、趣味って言うほど言えないんですけど、まあ、たまに料理はします、はい、スイーツとか、いや、もう普通にご飯です、はい、奥さんの評価高いですか。いや、美味しいって言ってくれましたね。はい、どういうこと、本当シンプルに餃子とか作ったり、まあ、一度奥さんの誕生日に料理を作ってあげたら、まあ、はい、喜んでくれましたね。まあ、でも一度だけなんであんまり大きく言えないかな。まあ、坊主にはしましたけど。あ、ひげ生やしましたね。まあ、そんなことでいいなら、パトリック選手ぐらい、そうですね、パートとかミカみたいにね、こうかっこいいひげ生えたらいいんですけど、あと何ですかね、あ、今年に入ってもう読み聞かせすぎて、こう絵本を読まずに目を閉じこうなりながら覚えちゃってるんで、それをこう読んであげてっていう、でそれしたら寝ていくみたいな、これニュースですか、でも。